ヘリテージコレクションってどこにあるんですか？え、横浜とかじゃないんですか？やっぱ横浜？日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。夏の暑さに弱いのは冬生まれだからだと思ってます。案内人の M です。人の誕生日を覚えられません。カメラマンダブルです。はい、ということで、まあ、誕生日なんですよ。ということでこちらです。日産自動車が2023年12月に90周年を迎えるんですね。おめでとうございます。プレ誕生日祝いなんですけれど、2023年12月日産は90周年、今日までたくさんの車と技術を生み出してきました。でも歴史を振り返るだけじゃつまらない。これからも日産はあなたにワクワクを届けたい。革新的な方法で、時に驚くべきやり方で、ね、90年はその月を思い馳せることができる様々なイベントや発表を準備しています。新しい興奮はすぐそこに、どうぞご期待ください。ということで日産90周年、はい、ということでこちらですね、日産自動車のホームページから入れます90周年の特別ページが、あるんですけれど、まだまだあの全てのコンテンツは揃ってないみたいですね。でこの中に90周年のアニバーサリーヒストリーということで、なんかここに結構こう歴代の車ずらずらっと並んでて紹介してくれる場所があるんですね。で私とダブルさんで、おこれいいじゃんと思って話のネタにしようかなとちょっと思ったんですけれど、割とですねここに書いてあるの本当に主要な車種が多くって、しかも1990年のプリメーラから2007年の GTR に飛んでしまうという、ある35GTR に飛んでしまうので、もっと細かく見たいよねというのが今回の企画となっております。本日はこのページではなくってご紹介するのはこちら、何ですか？ヘリテージコレクション。そうです、日産自動車のヘリテージコレクションということで、日産のまあいわゆる博物館みたいなものございまして、そこにヘリテージコレクションのこの歴代の名車たちが並んでるんですね。でこれは実際に行って見学をするということもできるんですけれど、ここに見学のご案内ってありますね。はい、日産ヘリテージコレクション申し込んでご覧いただくことできるようではあるんですが、私たちは日産ヘリテージコレクションに行かないで、とりあえず車を見たいということで、ここの記念車一覧を確認していただくとですね、はい、今日はここを見ながら気になる車をダブルさんとなんやかんや言っていくという非常に緩い企画となっておりますが、どうぞお付き合いください。それでは行ってみましょう。はい、ということでダブルさん、はい、まあ、ここのコレクションカー見ていくとですね、もう1930年代一番古いもので1933年のダットサン12型フェートンという車がもう早速収蔵されてるんですけれど、ダットサンの名前自体は1914年に改新車がダット1号車を製造したことに由来します。ほう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 。でダットは改新車への出資者3人のイニシャルから取られ、息子を見せるダットさんが生まれましたということなんですよね。でここからまあ日産が始まっていくような、そんなところではあるんですけれども、見ていくともういや本当90年前の車ってこんな感じなんですね。はい、なんか自分が生まれた頃にはもうなんか今の車の形大体こうできてたなという気がするんですけど、この辺見るとなんか今とは本当にだいぶ違うなと思います。あの四輪がついてるし、ハンドルもついてるし、ライトもあるんですけれど、この辺とかかわいい。これがクーペでこれがセダンなんだ。うーん、どういう違いなんだろう。背が低いとかそういう問題だけでもない気がするんだけどな。この辺、この当時のクーペとセダンの違いってどの辺なのかご存知の方おりましたらぜひ教えていただきたいと思います。まあ、一般的にあの今クーペっていうとあの2ドアタイプのスポーツ系の車なので、フェラディ Z とかもクーペだったりしますけれど、でセダンは一方でトランクがついてる車をセダンって基本的には言うんですよね。でその限りじゃないといえ、なんかここの違いってなんか明確に違うんだけど、あ、フェートン、あでもこれはフェートンだな、フェートンはこの
ホロがついてる車かなと思いますね。なのでセミオープンカーというか、まあ、オープンカーになる車をフェートンというんでしょうか。そしてクーペとセダンと、まあ、なっているんですね。セダンとまた別に日産乗用車もあるんですね。この感じもいいですね。日産乗用車、ああ、ここから日産が名前としては出てきてるんですね。という感じで見ていくんですけど、ダブレスもなんか気になる車あったらぜひこれって言って止めてもらいたいんです。はい。1938年でこの辺の車で、38年、48年、10年、47年、まあ、10年ですでに多摩電気自動車が、これ見ましたもんね、ダブルさんも、はい、はい、これ現物を、日産のグローバル本社ビルでですね、グローバル本社ギャラリーで、こちら多摩を見たりもしました。はい、これが日産の最初の電気自動車、もう今からそれこそ90年前、はい、にはもう、はい、そしてダットさんデラックスセダン、うわー、なんか W さんの方が私こういうクラシック好きなんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとクラシックすぎるのは、あ、この辺はあまりにもクラシック、はい、あー、なんか私こういうの その辺走ってたらすごい大興奮しますけど、たまに本当に昔の車を大事に乗っていらっしゃるっていう方いるんですよね。一桁ナンバーの車見るだけで歓喜しますけどね。あ、プリンススカイラインスポーツクーペ、あ、この頃はまだプリンス自動車のスカイラインですね。その後プリンス自動車と日産自動車が一緒になって、日産のスカイラインになりましたけれど、この当時はまだプリンスですね、多分。なんかダブルさん好みの車がまだまだ出てこない感じですか、もしかして。はい、もっと後だと本当この 2,30 年の中で、最初の 2,30 年でかなり、これも1966年ですけど、もうかなり今の乗用車に、これもセダンのセドリック、セドリックだ、はあ、こちらが2代目のセドリックだということで、もうでもかなりこう現代の車に近づいてきてますね。どっかセドリック、あ、うわ、シルビア、シルビアですよ、はい、これは初代シルビア、SCP-311 型シルビア。じゃあダブルさんに紹介してもらいましょう。ダブルさん的に見てって気になったのが、ちょっとずいぶんと下に行かないと、ずいぶん下ですね、結構最近、いや最近じゃないんですけど、この流れの中で言うとだんだん最近ですね。はい、あった、これ、え、あー、これ何ですか。マーチの、よくわかんないです、よくわかんないけどなんかマーチあったと。はい、でもこの時代からこのやんちゃなカーブの、はい、あー、まあ、だいぶやんちゃですね、はい、があったんだなって。え、それはあのやんちゃな車がよくこういう感じになってるって話ですか。このカーブってこの時代からあるんだなと思って、おー、この形の部品、ちょっと私そこにあんまり共感できなかったんですけどこのフロントバンパーあたりの形状のことですか。そうです、そうです、カクカクじゃなくって、はい、こういう曲線がある、はい、まあ確かに、これなんか普通のマーチではないですよね。ラリーカー仕様ですか。これは、お、近藤正彦さんのために制作されたスペシャルカー、へえ。まあ確かにあのここにも書いてありますけど、マッチのマーチっていうキャッチコピーで、あの近藤正彦さんをイメージキャラクターにした宣伝が初代マッチされてたんですね。マッチのマーチなんですね、これ。あ、なんか書いてある。マッチ、ドクター正彦、マッチ、マッチ、近藤。へぇー。あ、っていうか、ここに近藤正彦って書いてありますね。おなるほど。で、マーチ。まあ、一応、レース使用車ということで。はい、
もう B1 がある。あ、B1。1987年。1987年か、B1。私が生まれる前の車だったんですね。おお。へえ、なんか、これもあの、パイクカーシリーズっていうやつで、そもそも発売当時にもちょっとクラシックなスタイルの車を、作るっていう、なんかそういうコンセプトの車種たちではあるんですけれど、この B1 が K10 型マーチなので、さっきのマッチのマーチと同じですよ、ベース車両。へえ、はい、同じ K10 型マーチをベースにこの B1 ができてるんですね。全く別の車に見えますけどね。 B1 はあとキャンバストップってあのルーフが開くタイプもあったんですね。 B1 はさすがに今めったに見ないですけどね。うん、結構このヘリテージコレクションの中には面白い車、あとは実際には発売されなかった車みたいなのもあの書いてあって、これ日産 MID4 って呼ぶのかな、ミッド4ですかね、それとも、はい、2型って書いてありますけど、これはミッド4ですね。研究開発の成果をモーターショーの場で発表するための実験車両なんですね。うん、なんかこれ結構あのフェラーリっぽくも見えたりするとかいうような風に私は見えるんですけれど、でこれがフェアレディ Z に、つながるようなそういうコンセプトの車だったんですね。とかとか、あースカイライン2000GTR、 これは R31 ですね。はい、31で1985年か。へえ。あ、エスカルゴ。あ、エスカルゴ、はいはいはい、何気に好きな。あ、そうなんですか。なんか面白い形してんなと思って。確かにこれエスカルゴの中でもちょっと特別ペイントされてる感じではありますけれど、この形も特徴的ですよね。これもさっきの B1 と同じパイクカーのシリーズの車ですね。これインテリアとか私どうなってるのか全然知らないですね。それは89年で GTR スカイラインの32型。はいはい、あ、パオもこの頃か。なんかまだラシーンが出てこなくて、はい、パート見てるとラシーンってパイクカーシリーズの結構前の車なんだなと思ってたんですけど、でも90年以降の車ではあるんですよね。分かって、最近の車ですよ、こうやって見ていくと。はい、割と。ああ、180とかが90年か。おー、180って1990年、30年前、30年以上前。はい、この間だってドリフトやったの180ですよ。はい、この車ですか。はい、こんな年代物の車でドリフトやっていいんですね。そうですね、もうだんだん見慣れた車にはなってきたりもするんですが、でも結構やっぱりあの記念車なのでスポーツカー系が多い感じはしますよね。おお、でもセフィーロワゴンとか、お、スカイライン GTS、 あ、 R33 スカイラインか。え、そっか、33で97年。え、結構最近。そうすると R34 なんて、これは34かな、違うな、これも33のオーテックバージョン。あ、34、あ、これは先行検討車だ。ああ、ちょっと34っぽいけど、うん、ちょっと違う。これ、あ、もうこれは R34 型 GTR をベースとして製作された。あ、じゃあもっと前、34どの辺、あ、この辺か。 GTR V スペック2000年。ああ、34型が98年か。結
構 R34 ってなんかもう昔の車だと思ってたんですけど、最近ですね。はい、2000年。2000年ですよ。という感じでですね、まあヘリテージコレクションに展示されてる車たちいろいろ見てきました。ちなみに、お？あ、キューブ EV テストか。初めて見た。おお、これが2008年夏に実施されたプラスムカ。ああ、2008年に発表されたキューブの EV、まあこれがちょっとリーフにつながる感じはしますよね。あ、そうですね、日産リーフに初代の ZE0 型のリーフに搭載予定だったリチウムイオンバッテリーの検討のために製作されたキューブ、電気自動車のキューブですね。へえ、でもベース Z11 ですね。うーん、あの最終型の前の Z ですね。でヘリテージにあの展示されている一番新しいのが先代のリーフ、初期の初代のリーフですね。ということで、まあ見てきました。あの日産90年ということで、ちょっと日産の昔の車いろいろ振り返って見てみたんですけれど、私も W さんももう本当この年代80年代以前の車って全然馴染みがなくって、なんかこんなのあったんだなっていうのをもう思ったり、あ、こんな車走ってたんだなみたいな、あのなんか昔をなんとなく想像するようなだけしかできないんですけれど、でも実際にこうやって車が走ってきて歴史が作られて、そして私たちが今乗っている車たちにつながっているわけなんですよ。 W さんはちょっと昔の歴史で止まった車を今も乗ってますけれど、はい、今回こう見ていただいて、あ、この車も良かったなみたいなのあったんじゃないですか。まだまだ選択肢がたくさんあるなって思いました。私の車にするには、はい、はいはい、ということで皆様もですね、ぜひ、まあ、日産90周年ということで改めてどんな車があったのかなっていうのはちょっと気になった方は、ぜひこちら日産ヘリテージコレクションのホームページご覧いただければと思います。概要欄にリンク載せておきます。ヘリテージコレクションのサイトはよく動画編集中に見るのですが、本物のヘリテージコレクションには行ったことないので、いつか行ってみたいです。案内人行きたいですね、はい、日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。